皆様こんにちは、長いウサギです。タイトルに書いてある通り、この度、メンバーシップを開設いたしました。今回はその説明会となります。よろしくお願いします。金額ごとに3つのコースをご用意しました。左から順に、人参コースが90円、長い人参コースが390円、金人参コースが590円、となっております。現状これらのコースによって、サービスに違いを設ける予定はほぼありません。まあさすがに人参と金人参で6倍以上価格に差があるので、金人参コースの限定動画として、ボツになった動画を投稿するとかする可能性はある？かもしれませんが、期待はしないでください。言うだけ言って忘れる可能性もあるので、まあ見つける額に差があるよってことですね。こんなところに見ついてないでロボトミのゲームとアートブックを買え、メンバー加入特典についてお話しします。一つ目、限定絵文字。動画やライブのコメント欄にて、メンバー限定の絵文字を入力できるようになります。現状ご利用いただけるのはこの4種類。来たぞスタンプ、動画や配信に来たぞって時にご使用ください。草スタンプ、草が生えるところにご使用ください。なんで？スタンプ、不可解に思ったところにご使用ください。なんてこったいスタンプ、いろいろとお手上げの時にご使用ください。現状この4種だけですが、メンバー加入者が増えると YouTube 様がスタンプ実装数上限を緩和してくださるらしいので、加入者数と投稿者のやる気次第でスタンプを追加実装する可能性があります。あとこれがメンバー加入者バッジです。連続加入期間の長さによってバッジが変化します。加入コースによる変化ではないことにご注意ください。投稿者自身がこの仕様について勘違いしていたので、その名残です。ひょっとしたらそのうち変えるかもしれません。誤解を招くかもしれませんし、二つ目は動画への早期アクセス権。投稿される動画について、他の人よりも先に視聴することができます。長いことこのチャンネルをご利用してくださっている方ならご存知かと思いますが、うちの動画、時々と深夜に投稿されます。うちの投稿者はとにかくご来賞がないので、作ったらすぐ投稿してしまいます。しかしながら、最近ショート動画を定期的に投稿するようになりまして、時間帯指定の大切さを学んだんですね。でもそれはそれとして作ったらすぐ投稿しちゃいたい。そんな投稿者の欲張りな感情を叶えるべく実装した機能でございます。実は今回のメンバーシップ解説で一番大きい理由がこれです。ところで肝心の動画投稿時間についてですが、メンバーでない一般の方への公開時間は、ショートに関してはこれまで通り17時、つまり午後5時投稿。通常の動画に関しては17時半、午後5時半投稿を予定しております。ただし通常動画に関してはまだ17時半投稿を試したわけではないので、今後他の時間に変更する可能性がございます。ただし、すべての動画が時間指定で投稿されるわけではございません。少なくともロボトミ解説シリーズと見切り発車ロボトミは時間指定による投稿をする予定ですが、他の動画に関しては、投稿者のその時の気分次第です。くっそ適当です。メンバーシップについて、現状はこんな感じで進めていきます。ぶっちゃけ特典はかなり薄っぺらいものしかありませんし、今後サービス拡大する可能性もあまりありませんが、それでも良ければ、ぜひメンバーシップでゆっくりしていっていただけると嬉しいです。以上、メンバーシップ解説についてのお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。